日本関東地方千葉県市原市八幡八幡は千葉県市原市内に位置する大技。市原市の中の市原地区の一つの大技である。地名は飯川丘八幡宮に由来する。郵便番号は290062。市原市八幡は道市内の北西側に位置する。周辺は東で、菊間、南東で、山木や市原、南西で、朝日五所や五所。 西で、八幡海岸通りや八幡、北町、そして北の八幡内を挟んだ場所で、八幡石塚と同市内のそれぞれの大技と接する。北隣は、千葉市と接し、千葉市と八幡石塚の間に、八幡の飛び地が存在する。JR 東日本内房線が通り、八幡田宿駅が存在する。また八幡内には、住宅街が広がる。 八幡の東側や南側は農業地帯が広がり、その間を立山自動車道が通る。西側の東京湾側はに、京葉工業地帯の工場がいくつか置かれている。その間を国道16号が通り、また京葉臨海鉄道の貨物線も通過しているが、いずれも八幡内には通らない。両政国としては、和佐国に属し、 白宝年間に旧圏を持つと言われる古社伊賀岡、八幡宮が鎮座して、古くから集計を集めた。江戸時代には、海運と陸運の交通の要衝であり、暴走王冠の宿場町として栄えた。かつては、東京湾に面した港町であり、明治以降の八幡海岸は観光地でもあったが、1950年に計画された、京葉工業地帯の造成により、 ヤワタ海岸は埋め立てられて工場が建設された。なお、千葉市と市原市の境界が、ほぼかつてのカ佐国と下宇佐国の境界となる。千葉県内には、八幡の地名が複数あるが、元ヤワタ駅、京成ヤワタ駅がある、市川市の八幡は、下宇佐国に属し、桜街道の宿場町として、ヤワタ塾と呼ばれた。年月日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地名の由来となった飯ヶ丘八幡宮の拝殿八幡宿駅の駅前ロータリー。ありがとうございます。